皆さんこんにちは、三原一太です。稲荷です。1ピリオへようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、はい、本日は、はいはい、中国史シリーズ、うん、明王朝についてでございます。明です。あの朱元璋が作りました明王朝、はい、その初期に、うん、あの相当のいろんなゴタゴタがとかありまして、うん、そこから辿っていってどういった形で明が発展し、そして滅んでいったのか、はい、そのあたりをお話ししていきたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、1ページでは歴史にまつわるいろんな出来事を皆さんと楽しくシェアできればいいなと思っておりますので、よろしければチャンネル登録、そして通知ボタンの方お願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、はい、明王朝でございます。はい、はい、朱元璋がね、うん、バーンと、はい、明王朝作りましたけれども、最後にお話をさせていただきました、うん、朱元璋がものすごい5万人もの大粛清を行います。はい、まあ段階を追ってね、この大粛清のおかげで、うん、有能な人がほぼ沸騰しちゃうんですけど、はははなんでそんなことをしたのか、うん、一番最後の最後、これは後継者問題になります。なるほど。朱元璋、出来のいい長男がいたんですよ。そうなんだ。そう、すごい出来のいい長男がいたんだけど、うん、朱元璋より先に亡くなってしまうんですよ。ご病気で。その普通にお亡くなりになっちゃうんですけど、で、その後、じゃあ誰を皇太子にしようかっていうのを悩んだ時に、朱元璋自身は、出来のいい四男に継がせていいんじゃないかっていうふうにちょっと考えてたらしいんですね。なんだけど、いや、それはその血筋的には、その長男の血筋を守った方がいいんじゃないかっていうことで、朱元璋から見ると、孫。後の建文帝と呼ばれてる人ですけども、直系でいらっしゃったんだね。そうなんです。この人に後を継がせる、うん、でも若いし、ああそっか、そう、ちょっと不安だなっていうことで、うん、じゃあみんな首を切ろうと、ええ？いやだってほら若いからさ、あの能力があるやつが周りにいるとさ、なんかいいようにされちゃうかもしれないじゃん、だから首を切ろうと、朱元璋が思いまして、多分マジでそういった理由であの大粛清、最後の大粛清が行われます。だからそれまでの粛清はまだなんか理由が分かんなくはないなみたいな、反旗を翻しそうだったとか、うん、そういったことなんだけど、一番最後の粛清に関しては、うん、最後の方の2回ぐらいは、うん、例えば明日からちょっとその公文書の仕様を変えますと、もともとサインとかはしていくんだけど、うんうん、みんなめんどくさいから、あと大変だから毎日すごい大量やるから、うんはいはいはい、そのサインをあらかじめ書いてある書類を作って持っといて、うん、でそこに書面を整えて正式に使うみたいな。逆パターンでね。そう、それはいけないんですよっていうルールに変えたんですよ。うんうんうん、で変えたその日に違反者の取り締まりを始めたんです。みんな当然対策してないから捕まりますよね。でみんな首を離れたんです。うわー。っていうぐらい強引な粛清をしてたんです。それもやっぱ孫可愛さのおかげだったんです。ああで、朱元璋が亡くなって、うん、お孫さんが、じゃあ、実際に自分たちが皇帝、自分が皇帝になったから、うん、まだ力のある人たち、その反乱とか起こしそうな人たちにも警戒しようってなってたんだけど、もともと、その実力があるって朱元璋も思ってた四男、この人が北京にいたんです。実は明王朝って、一番最初は南の南京。ここが首都だったんです。明王朝は南の地域から起きた勢力が天下を統一し、南の地域に首都を置いた中華史上初の王朝なんです。その南京に首都があったんで、その北京の、いわゆるそのモンゴルに対しての最前線ですよね。はい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 、そこにその四男を置いてたんです。まあ、いわゆる便宜上、この人、永楽帝っていう風に後になるんで、永楽帝。永楽帝さんってもう呼びますけど、この永楽帝さんはなんかの実力があるから、その対最前線に、モンゴル最前線に置いてたわけですよね。だけど、どうも、この、後を継いだ建文帝たちが自分のことも排斥しそうだなと、うん、やばいぞこれはっていうことで永楽帝がまあクーデターみたいなのを起こします。これをまあ西南の駅っていうんですけど、はあ、でこれで最初はこう永楽帝の方が不利そうだったんですけど、うん、とにかく皇帝側にろくな人が残ってなかったんで、うん、永楽帝側が勝ちます。朱元璋何やってたんだって話なんですけど、あそうなんだ。で建文帝はそのどさくさでお亡くなりになったと言われています。で永楽帝が即位して、うん、いわゆる明王朝の3代目の皇帝になるんですけど、うん、2代目の皇帝ですよっていう風に自分では名乗ります。あーもうなかったことにしたんだ。なかったことに、うん、でなかったことにしちゃってっていう風に頼んだんですよね、うん、あの歴史の人に、うん、書いといて書いといて、うん、そしたらできるかっつって泣き出しちゃってそれはそうなんだな。そう、でそれに切れて永楽帝もその人の、うん、親族プラス、うん、その人の弟子を全部処刑します、うん、まあそういうねあの血にまみれることを厭わない一族だったっていうところもあるんですけど、で永楽帝がこの西南の駅とか起こしたんで、うん、まあごたごたしてるじゃないですか、はいはいはい、
この時代、以前十大英雄の時代でもちょっとお話ししたことがあるんですけれども、うん、この中華の英楽帝、中央アジアにはティムール、エジプトの方ではバイバルス、そういうふうに世界各地で、うん、もうその国の歴史を代表するような英雄たちが軒並み出てた時代なんです。で、特にこのティムールが、うん、この西南の駅とかでゴタゴタしてるなっていうのを見て取って、ほうほうほう、じゃあ明王朝にも攻めかかろうって準備をしてました。おお、あの実際そうなんです、うん、ティムールの最盛期、当に最盛期の頃だったんで、うん、でゴタゴタしてるとこにじゃあ対民戦だっつね攻めかかろうとしたんですけど、うん、そこでティムール自身お亡くなりになっちゃうんで、あー、なるほど、そうなんです。なのでまあ実際にそこの対決はなかったんですけど、叶わずと、はい、まあ、もしここでもうバチバチの戦争が起きたらまたちょっと歴史上でいろんなことが変わったかなというふうにはちょっと思ってはいるんですが、うんうんうん、この英楽帝さん本人はすごくやっぱりあの朱元璋が一回自分の後継者にって考えたぐらいなんで、うん、すごい優秀な人なんですけど、うんうんうん、とにかく朱元璋がやったことを全部ひっくり返していきます。まず首都を北京に移動させます。あ、うん、それから自分がその南京反乱を起こした時に助けてくれた宦官たちをどんどん登用していきます。もともと朱元璋は宦官が嫌いというか、うん、あの信用してなくて、うん、彼らをとにかく地位を上げるなと、うん、で宦官が力を持たないように、うん、宦官が勉強することも禁止したんですね。はー、だ文字を読むっていうこともできないように。なるほどなるほど、もう根本をね、根本を立てたんですけど、あのいやいやそんなことしたってしょうがないから優秀な人材を使うべきだっていうことで、うん、英楽帝はそれを解放します。例えば有名な帝和さんっていうその南にね大航海を7回ぐらいする、南の方をずっと行って東南アジアの方を通って、うん、インドの方を通って、うん、サウジアラビアの方を回ってアフリカまで行くんですけど、はあはあはあ、っていう航海を6回か7回ぐらいしてる、うん、その帝和さんとかも宦官だったし、うん、あの他にも優秀なあの実績を残した宦官たちもたくさん出るんですけど、うん、とにかく朱元璋の言うことにまずここで逆らって、はいはい、帝和を派遣したことからも分かるんですけど、うん、英楽帝は、まあ、いわゆるその海外と の, その交易とか交流とかも積極的に取っていこうっていう節があったんですね、うんうん、ところが朱元璋の方は、うん、あんまりそういうのをやらない海禁政策って呼んでますけど、うん、まあ、いわゆる鎖国政策ですよね、うん、を取ってたんです、うん、それにも逆らって、うん、もうとにかく親父のやったことはもう全部なかったことにしようという勢いで英楽帝がどんどんやっていきます。でこの時代、はい、明って1368年から1644年ぐらいまで続くんですけど、うん、日本はまあいわゆる室町幕府ぐらいの時代なんです。ほう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 。なんで、この英楽帝の時代の頃がおおむね足利義満の時代になります。おお、金閣寺。そう、金閣寺の時代、うん、なのでこの頃が日民貿易をしている時代になりますね。ああ、なるほどね、はい、うん、で、この頃にそのいわゆる日本に伝わってくるものが、うん、あのどん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 中華が入ってくると。なのであのいわゆる日本のその当時考えていた中華のイメージっていうのは、うん、禅官とか唐とかのイメージ、うん、それから宋ですよね、うん、だったのがここで一回元にこう攻められた後はこの明の時代のもの、うん、でこの明の時代のものが入ってきて、じゃあ明の時代の何が入ってくるかっていうと、うん、元の時代と明の時代にできたその庶民文化、民間でそのみんなで頑張って作ってたものっていうのがどんどん入ってきます、うん、焼き物だったりだとか、そしてまああの読み物でいうと大きいのは三国志なんかはそこで入ってますよね。あ、こんなところで三国志があのこの時代に成立するんで、羅漢中さんはこの時代の人なので、あ、じゃ あ, あ金閣寺の中に三国志があったかもしれないすごいこと言うけど、うん、まあそうだね、可能性はなくにしも、そうそう、そういうこともあるかもしれません、はい、なるほどね。さてこの英楽帝さんが、まあ、その明の、まあ、最初朱元璋が作ったその明っていう王朝の、うん、まあ、ある程度基盤を作ります。はい、海外にも自分の明っていう国のね名前を知らしめて、はい、で国内は国内で引き締めて ある程度盤石の体制を整えるんですけれども、宦官を徴用してしまった結果、明王朝っていうのは歴史史上でも一番って言っていいぐらい宦官の腐敗が、進んだ時代なんです、ね、まあ、そうなんだ、そうなんです、うん、すごい宦官がたくさんこの後現れてくるんですけど、うん、例えば自分の国王を そそのかして、うん、その時の皇帝ですよね、うん、でモンゴルと戦争させて、で負けて、うん、でモンゴルに皇帝が捕まっちゃって、うん、皇帝一時期不在になるみたいな、うん、そういうことを作った原因になった宦官とか、うん、皇帝陛下ってあの万歳万歳ってこうやられるんですよね、うん、でそれに対して皇帝が万歳なんだから、うん、俺は休戦祭だっつって、うん、
休戦さーい休戦さーいって俺のことはやれって強要した宦官が現れたりとか承認欲求ですか承認欲求ですよいやもうまさにそうだと思う、うん、だしあとは国家予算の倍くらいの財産を賄賂で貯め込んだ宦官とかそういうのがたくさん現れてきます。彼らがなんでそんな力を持ったかっていうと、うん、朱元璋が猜疑心で作った金威衛それのトップに東商っていう組織を永楽帝が作りましてその東商っていうところの管轄に金威衛を入れたんですね、うん、でその東商っていうところの長官は必ず宦官がつくことになったんです、ね、やばいところにやばい人材放り込んだみたいな話なんですけど、ね、おかげでこの時代の宦官の腐敗がすごい進んだあで特に皇帝の独裁力がすごい強い王朝だったんです、うん、明王朝って、うんうんうん、この朱元璋と永楽帝がそれぞれ自分に権力を集中させたので、うんうんまあ、その代わり1日に600件以上の案件裁かなきゃいけないみたいなことになってたんですけど、うん、なのでその皇帝に権力を集中したので皇帝のお付きであるその周りにいる宦官たちにも権力が集まってくるっていう構造になります、うん、なるほどなのでいろんな宦官が出るんですけど自分がついている皇帝がなくなっちゃうと宦官も失脚するみたいななるほど何代にもわたっていってるのはなかなか生まれにくいそれがいいことなのか悪いことなのかは、まあ、全く分かんないですけど、はい、そういう時代の特色があるそれが明王朝という時代になります、はい、で、うん、この明王朝という時代がこう、まあ、宦官の腐敗とかもあってで、はい、正直もう日本でも室町時代、うん、それから1644年にっていう話をさっきちょろっと一瞬しましたけど、うん、1600年超えてるんで日本だともう戦国時代末期江戸時代に入ってますよね、はいはい、というわけで世界中でもいろんなことが結構もう起きてる時代なんです、うん、なんならもういわゆるあのルネッサンスとか大航海時代とかをこの明の時代に含まれてるので、うんそろそろ世界と明が接触してきます。で、そういった世界情勢がこうワン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 なっていく中、明がその内側のその宦官とかによる腐敗とかによってどんどん国力を失っていき、うん、そしてこの間もずーっといわゆる北に撤退した元、その勢力を継ぐだったんだ、タタールって言われたりとかっていう人たちとずーっとやり取りをしている、うん。その中で国力を疲弊していき、その北に生まれてきた女真族の当時は黄巾って名乗ってますけど後の秦ですよねこの人たちが最終的に明を滅ぼしていくようになっていきますまあその過程はまたちょっと独特なものはあるんですけれども、うん、この明王朝っていうのの特徴というのが、はい、漢民族最後の王朝になるんですねああ明がそう次の秦王朝は今言った女真族の王朝になるので、はいはいはいまね、でそれがいわゆる中華の王朝としては最後の統一王朝になる、はい、なのでこの明っていうものの特別性というか、うんはいはい、あのそこにまた戻そうみたいなことが、うん、あのこの後の時代にもちょっと残ったりとかするので、うんうんうん、ちょっと特別な意味を持った王朝なんだっていうのも覚えておいてもいいかもしれませんというわけで明王朝についてのお話をさせていただきました、はい、途中皇帝が捕まっちゃう事件とか、うん、いろいろあるんで、うん、面白いお話はあるんですけれどもまあざっと朱元璋が作って永楽帝が朱元璋のやってることを全部ひっくり返したけど発展をさせて、うん、でも宦官が腐敗して最後明王朝に滅ぼされるよという、うん、その部分だけでもまあ覚えていただければ、うん、あとはまあ何度も言いますけど朱元璋と永楽帝の名前だけ覚えていただければ、うん、それだけで僕はもう満足でございますやっぱりあれだね宦官と、はいまあ、外戚の、はい、ねダメさというかその制度というかやっぱ力を持つとねそうなんですよいつの時代もまだ続いてるんだなもう中国史もねもう次の新王朝で最後ですからねそうですよねそうですよあとは現代に入ってきますからね、はい、もう最後だよって言ってるのに、うん、ずっと同じ話してる感じしますからね、うん、本当ですよねずっとやってることは変わらないというそうやってることは変わらないっていうことをみんなで覚えていただければあ、はい、あの中国史は親しみやすくなるかな繰り返される繰り返されると、はい、そこがやっぱ楽しいところだなと僕は思ってます、はいはい、それでは次の動画でお会いしましょうさようならさようなら